とはそのオリジナリティですね。自分で戦略を立てること、自分でまあオリジナルのものを追求できること、そういうことが充実感の源であるよというふうに答えました。で、それでその一方でですね、充実していないと感じるとしたら、まあ、その理由は何でしょうかということに、質問したその結果はこちらになっています。やはりその充実している理由のこう反面として、その研究そのものの大変さを挙げることを挙げる人がいますよね。結果を出さなくてはいけない、そういうプレッシャーがあって、まあ、研究するそういうところでプレッシャーを感じて、まあ、そういうのを押し潰されそうになって、こう充実していないなというふうに感じることがあるとか、あるいはその自己裁量が大きい部分というのを、それをこうちょっと自分なりにうまく使うことができなかったときに、まあ、うまくいってないなと感じる。で、その次、指導教員などとの関係っていうことを挙げると思うんです。で、指導教員との関係はこれは非常に重要な、重要な点でありました。今挙げているのはその自由記述の結果ですけれども、その他にその自分の充実感というのを5段階で評価してくださいというような質問もあって、そういうものとその後でご説明しますけど、指導教員との関係どうですか、満足してますかということに対する質問の答えと比較してみると、かなり一致する傾向が一致するということが見られましたので、指導教員との関係というのは非常に大きなことだと思います。で、同じことはその人間関係の充実、人間関係がこう広いか狭いかということについても言えます。人間関係狭くなっているというと、重機質もありますけれど、その5段階評価の結果を見てもかなりその傾向は一致している。この2点はかなり重要そうですね。で、あとは私生活について触れている人もいました。で、これを受けましてでは、まずその論点を、挙げてみたいと思います。3つのテーマを設定します。まず1つ目、指導教員との関係についてですね。先ほど一番初めに説明をさせていただきましたように、その学部、大学の学部から大学院に進むと、一人の指導教員の先生との関係をこう密にしていって、そうやってこう研究を進めていくようになると、まあそういう事情があるので、こう指導教員との関係というのはかなり重要なものになってくるんだと思いますけれども、良い関係を作る方法、初めに良い関係を作るにはどうしたらいいのか、あるいはこう関係がちょっとこじれてしまった場合にどう対処したらいいかというあたりの方法をこう話してみたいというふうに思っています。2点目、人間関係の話ですね。で、人間関係って言いますと、まあ、研究に関するものもあるし、それとは関係ないところのものも、まあ、あるわけですけれど、どちらも多分充実感っていう、その生活全体の充実感っていうのには関係するんだと思いますけれど、ここでは話題を絞って研究に関する、人間関係をうまく広げていく方法に、着目することにいたします。それでもその研究室内でのこうコミュニケーションをこう良くするである、そういうレベルから学外の人 と、ちゃんと関係を作っていくというレベルまで、まあ、あると思いますけれど、まあ、いろんなレベルで人間関係作りの、方法というのを考えてみたいというふうに思います。で、3点目、研究そのものについてのことをこう考えてみたいんですけれど、先ほどありましたように研究そのものがうまくいってるかどうかっていうのと充実感っていうのはかなり関係があるよっていうことだったんですけれど、ただその切り口がちょっと問題になって、ここではこういう切り口をこうまず考えてみたいと思います。研究を論文にまとめる能力を伸ばすにはどうしたらいいのか、なんで、こういう視点をこう設定するのかっていうのは、まあ後でちょっとこれから説明しますけれど、研究に関する項目で、まあ、結果を出すっていうのは最終的には論文を書くことだっていうのがまだあるんですけれど、この論文をまとめる能力に関して自分の能力はこう不十分だなっていうふうに感じている、そういうような、記述をする人が非常に多かった。今すぐに見ますけれど、まあ、そういうことがありましたので、何かその特に論文をまとめる能力に関して不満感というのがある。で、そこはなんかこう特徴的だなという、その回答は特徴的だなと思いました。しかしながら、そのじゃあ論文をまとめる能力に対する不満って一体何なんだろうなということを考えてみたときに、あんまり何なんだろうな、ちょっと難しいんですね。で、この感覚の中身は何なのかということを考えるあたりから始めてみたいというふうに思っています。それではですね、まあ、議論の材料にするために、これら3点について、満足感、今まではその充実感はどういうところから来るのかっていう話だったんですけど、こういう3つの側面から、あなたのこう生活の満足感、生活の中での満足感はどうですかっていうところを聞いた、それに対する、自由記述のコメントを見て、
議論の材料といたしたいと思います。まず指導教員との関係、満足感についてはいろんな項目を聞きました。ですけど、今着目するのは黄色でしたところです。指導教員との関係ということで、コメントがあったのは、こう見てみますとこうネガティブなコメントが非常に多いんですけれど、例えば指導が少ないであるとか、学生が放置しているような、いうふうに感じるなというような、そういうようなコメントがありました。あるいはその指導方針に不満があるよとか、もっと厳しく指導能力が教員にないっていうことを書いてくる人もいました。で、あとはいろいろありますけれど、一般論として人間関係のトラブルが起きやすい環境ではありますよね、研究室っていうのはそういうところでありますよねっていうような、そういうようなコメントもあって、一方でポジティブなコメントもあったんですけれども、こんな感じです。で、これだけ見るとその指導教員との関係について不満を唱えている人が非常に多いのかなっていうふうに感じると思うんですけど、これ実際に満足の5段階評価を聞いてみますと、かなり満足している人が多くって、さっきのコメントの量、ちょっと一つ戻りますね。コメントの量、ネガティブなコメントが多いっていうのは、不満を感じている人は、必ずこうやってコメントを書いてくるっていう形で、不満を感じている人の方はコメントを書きやすいっていう側面がありますから、こうやってネガティブなコメントが溜まってくるっていう感じになってますから。でもそうは言っても、だから不満を感じている人は必ずこうやってこうコメントを書きたくなってしまうということは、やっぱり指導教員との関係は大学院生にとってとっても重要なことなんですよね。ということは読み取れると言っていいと思います。指導教員との関係についてはこのぐらいにしておきましょう。で、次に、研究室内外の人間関係につきましてですけれど、これについてはその、満足度っていうのはそんなに悪くないけど、全体的にそんなに悪くないけど、人によってばらつきがあるなっていう感じで、コメント見てみても、研究室以外の交流は多くて良いって言ってる人もいるし、少ないからなかなかサポートがあるといいなっていうふうに言ってる人もいると。で、ばらつきが多いんですけれど、あと研究内容について深く議論できる相手が身近に少ないであるとか、ロールモデルになるような先輩とか若手教員に最近出会えなくてちょっとどうしようかなというふうに思っているであるとか、あとは女性の方ですけど、女性同士の交流の場があると思うと大学に愛着を持てたんだけどなっていうふうにこういうことを言ってる人もいました。で、最後、研究を論文にまとめる能力。これはなんで論文をまとめる能力に着目することにしたのかっていうのは、こちらにコメントが多かったっていうことなんですけれど、これ全体的に不満に思う人が多いんですけど、特にその博士課程 D2 って書いてあるのは博士課程の2年生ということです。博士課程の2年生以上のところでコメントが非常に多く寄せられたということで、これはかなり興味深い現象だというふうに感じました。具体的なところを見てみると、なんか文章を書くことに対する苦手意識を拭えないとか、あと多分2番目が海外大学院に進学した同年代の日本人学生に後れを取っているというふうに感じるって、これなんか具体的なこう相手がいるのかなっていうふうな想像ができますけれど、そういうようなコメントがあります。全体的にその研究に論文にまとめる能力に対する不満っていうのが、例えばその文章を書くことに対する苦手意識っていうのは どうやって解消できるものなのかっていうのはなかなか難しいところで、もうちょっとその論文まとめる能力に対する不満っていうのはどうい こう根本的な要因から来ているのかっていうことを考えてみる必要があるのであろうかなというふうに感じられるところです。というわけで、以上論点の整理でしたけれど、再度復習します。1つ目、指導教員との関係について考えていきます。2つ目、研究につながる人間関係を広げるためにどういう方法があるか。で、3つ目に、研究を論文にまとめる能力を伸ばすにはどうしたらいいかというところから話を始めます。この3点をこれから扱ってみたいというふうに思います。では、さては、これからパネルディスカッションの方に移っていきたいと思います。そうですね、パネルディスカッションをこれから大体13時55分めどに行いまして、その後20分程度皆様の方からご意見ご感想等をいただければと思っておりますので、ディスカッションを聞きながら何か思うことがある方、ご自身の体験やそれに向けての解決法など思いついた方はぜひ書き留めておいて、ということでお話しくだされば幸いでございます。あとちょっと隣の部屋のマイクがちょっと聞こえちゃったりするので、大きい声で話しましょうか皆さん。これ音量はこれ以上どうしましょう。音量はちょっとマックスです。そうなんですね、はい、ということで、今回この3つのテーマについて取り上げますが、その前にそれに先立ちまして、我々の自己紹介をもう一度改めて行いたいと思います。そうですね、今回このテーマを考えるにあたりまして、例えば地学だとか、化学だとか、さまざまな分野の学生がここに集まっているわけなんですが、それぞれの分野のあるいはまた研究室ごとの事情というのがこのテーマを考えるにあたりまして非常に深く関わってきますので、
それについても皆さん一言ずつご紹介いただけたらと思います。まず本日パネルの司会を担当いたしますのは、東京大学理学部の生物学科で人類霊学を専攻しております斉藤真理恵と申します。本日はよろしくお願いいたします。私の研究分野は、人と他の霊長類の遺伝子を比較することで、人や霊長類がどのように進化してきたのか、またアフリカから現れた人が、どのように世界中に拡散していったのかということを推測しようとしているものです。1人 TI がいて、それについている学生が6人くらいいるというのが、研究スタイルで、学生たちはそれぞれ個人個人の好きなテーマをやって取り組んでいます。すみません、PI って何ですか？あ、PI、そうですね、研究室を取りまとめている一番偉い人で、大学の中での役職はそれぞれ講師から、准教授から教授までおりまして、30代から60代ぐらいまでいろんな人がいます。知ってる場合もあるんですね。あ、はい、私のところでは実はありますという感じです。狭い今日研究室でそれぞれ個人個人勝手なことをやっているわけなんですけれど、いかんせん取り扱っているものは人とか、お猿の体の組織を使ったりすることがあるので、例えば京都大学の霊長類研究所なんかと一緒に仕事をすることもあったりします。それではチキンさんお願いします。はい、ただいまご紹介に上がりました東京大学医学部生物情報科学科3年の父井正道と言います。学科ではバイオインファティクスという生物学とコンピューターサイエンスの融合分野のようなそのような勉強をしております。その研究室配属はその4年くらいになっているので、まだその他まだ学部3年生なのでまだ研究室には所属しておりません。現在のところ興味のある分野は他社ネットワークの解析やメタゲームの解析などに興味を持っております。本日はよろしくお願いします。化学専攻、化学専攻ドクター1年の、三浦俊と申します。化学専攻は教授のもとに2,30 人ぐらい集まって一つの研究室ができているというような、比較的大きな研究室だと思うんですけども、その中でも特に私の研究室では、私は分子科学ということで比較的大きな装置を用いることもあって、3、4人、5人くらいのチームが、研究室の中で、いくつかあるという構図になっていて、研究テーマは最終的には個人個人いろいろ考えると思うんですけども、その、装置の準備やディスカッションなんかはチーム単位で行っていくということで、結構人間と人と人とのつながりを重視しないと、大切にしていかないと生きていけないような環境で研究をしております。よろしくお願いします。地球惑星科学専攻の博士課程2年の久保田です。私の研究は、東シナ海の過去の、海洋環境を、研究しているという研究でして、実際にどういうことを行っているかというと、何人かの研究者で、船に乗って、東シナ海まで行って実際に泥のサンプルを海底から取ってきてそれを分析しながら過去の変動を探っていくということを行っています。共同研究は共同研究なんですが、三浦さんの場合とちょっと違うのは、それぞれの研究テーマ、各個人の研究テーマ、私 の, けあのテーマと一緒のサンプルを取ってくる人のテーマっていうのは必ずしも同じではない。なんで同じサンプルを扱うんですけれども、テーマは同じ、間違えます、テーマは違うという感じになってます。よろしくお願いします。先ほどお話しさせていただきました、数理化学研究科の、修士課博士課程2年の、松本義彦と申します。数理化学研究科というのは、東京大学の、大学院の方組織の名前としてはそうなっていますけれども、やっていることは数学です。で、その中でも幾何学っていう分野をやっていますが、幾何学っていうのは、図形のことについて図形について考える分野ですけど、おそらくその皆さん図形って言われると、例えばその三角形であるとか、その四面体であるとか、なんかそういう感じ、こういう私たちがこう普段生活している、そういう空間の中にこう部分あるこうなんていうか、部分集合としてこう実現されるような、現れてくるような、そういう図形をこうイメージするかと思うんですけれど、なんていうのかな、数学の、その現代数学の幾何学っていう分野が扱う、こう図形っていうのは、必ずしもこう、
外側の空間があってその中にこう実現されているようなものを扱うだけではなくって、中からしか記述できないようなそういう図形を扱います。例えば、こんな問題を考えて宇宙の形はどうなっているのかということを考えてみます。宇宙の形がどうなっているのかという質問疑問に対して最終的な答えをこう与えるのは物理学ですけど、数学はそれを記述するような言葉を与えます。宇宙っていうのは何かのこう中に入っているものだとはちょっと思い難いわけですけど、そういうものをこう中から記述するような言葉を与えるのが、数学幾何学の分野であるというふうに思っていただければ、いいんじゃないかなというふうに思います。だから図形を扱うというか空間概念をこういろいろ考える、そういうふうにやっていた方がいいかもしれません。いろんな空間概念になっているとかやっているのをもうちょっと詳しく言いますと、はい、CR 幾何学というふうにそういう名前がついています。しゃべりすぎ数学は研究室っていう概念はなくって、その指導教員と学生、指導される学生っていう関係性があるだけで、同じ先生についてる学生は何人かいたりしますけど、指導は1対1です。じゃあ最後コンパクトにいきたいと思います。私も東京大学の大学院の医学系研究科の博士3年の井木直と申します。専攻は、中枢の方の神経科学で、主に嗅覚、匂いの研究をしています。私がその匂いの研究を始めた理由っていうのは、もともと人間がどうやって感情とか心っていうものを持つんだろうか、それを脳内でどうやって表現されているのかっていうのにすごい興味を持って、それで特に匂いっていうのはいい匂いとか悪い匂いっていうのが結構人それぞれ共通して持っているものなので、その匂いの手がかりに心に、迫っていけないかなっていうことで、研究を今しています。で、021にも私が入ったのは結構最近夏頃なんですけど、博士課程で研究生活をしていく間にいろいろ、今回もアンケートで出てくるんですが、指導教官に対する不満とか研究室で過ごしていて、このままではいいんだろうかとかいろんな不安を抱えてきたので、今回のようなテーマで、すごく、皆さんとディスカッションを通じて実りあるものにしていければと思います。皆さんありがとうございました。それでは早速ディスカッションの方に入っていきたいと思います。本日扱うテーマ、この前に挙げてある3つのテーマなのですが、まず一番クリティカルでありながら最もデリケートである指導教員との関係について議論していきたいと思います。今回のアンケートで実は大学生の生活に関する全体的な充実感と最も相関が見られたのはこの項目でした。皆さんもちろんご存知の通り、指導教官とどういう関係を築けるかというのは、なかなか大学院生活において重要な意味を持ってきます。それではこれについて七井さん、アンケートの結果を少しまとめていただけますでしょうか。はい、アンケートではもっと指導してほしいという意見が多く出ました。しかしその一方で、ある程度奉仕されていた方が自分でやる力がつくといった意見も出ていまして、学生と教員との指導方法の相性が重要だと思われます。ありがとうございます。自分の求めている指導方法と、それから指導教員の性格や方針というものを、そうですね、院に入る前にあらかじめよく決めておくことが大事そうだという結論がまず出ますが、ところで、三浦さん、実際に研究室を選ぶときにこのようなことは考慮されましたか。はい、私があまり若い頃何も考えていなかったせいなのかもしれないですけど、基本的には私の周りの雰囲気としては、研究室選ぶ際には、どんなサイエンスをやりたくて、どこの研究室に入ったらどんなサイエンスができるのかというのが、当然かもしれないですけど最も重視されていて、で、入ってどういうふうに指導されるのかとか、どういうふうに研究が進むのか、後者はそれなりに気にすると思いますけど、例えばどんな人間関係が構築されているのかっていう話は、入る前には正直で議論に上がることはほとんどなかったんじゃないかなというふうに感じております。ありがとうございます。会場の皆さんはいかがでしたでしょうか。思い出しつつ聞いていただければと思います。また後で議論の時間がございますので、その時にコメントいただけたら嬉しいです。
ちなみに私の場合は指導教官が、教育方針や、まあ、学生にこうあってほしいという態度を、ウェブサイト上で公開していたので、私はそれを見たり、まあ、もちろん本人とも話をしたんですけれど、そのあたりはかなり手厚く入る前に考えさせていただきました。ということで、これから研究室を選ぶにあたり、千里さん、どのように考えましたでしょうか。そうですね、まだその僕はまだその学部3年生でその研究最初が来年4年になってからなんですけど、やはり結構その何でしょう、研究というのはやっぱりその何でしょう、今回こういう企画をやっていると思ったのが、結構そのやっぱその科学、やっぱ研究者とかっていってもやっぱ人間なんで、科学っていうこと自体はやはりその何でしょう、人の営みであるというのもあるんで、やはり指導教員 の、 そのなんでしょう、 やりたい分野とか、どのような分野をやってるかだけではなくて、その指導教員がどういう人間だったかというのをやはり考慮して選びたいなと思いました。ありがとうございます。それでは、これから研究室を選ぶ人に向けてのメッセージを今回、今述べたわけですが、では今すでに研究室に配属されている人は一体どのような実情なのかということを宮地さんお話しいただけますでしょうか。私はもう博士の3年生で研究生活長いんですけど、結構その指導教官とのトラブルが起こるときっていうのは、実際にはコミュニケーション不足だっていうことが一つ挙げられると思うんですね。っていうのは、例えば学生側は、受験頑張ってやってるんだけれども、なぜかわからないけどうまくいかないとかということで、データがなかなか出ないという状況というのは結構多々あると思うんですけど、そういった時に指導教官が結構、日本の指導教官っていうのはすごい研究費を取らなきゃとか会議をしたりとかで忙しくしているので、すぐ相談できるような状況ではないことが結構あるんですね。でそういった時に、学生側も相談しづらくなって、だんだんコミュニケーションを取れなくなっていくし、指導教官側もなんでこの子はデータ出してこないんだろうっていうふうにいつの間にか不信感を持っていたりして、でお互いに意識の違いが出てきて、で気づいたら結構大きなトラブルになっているみたいなことが、まあ、私もそんな大きなトラブルではないんですが、そういう小さなことは多々感じていました。なので、もう少し学生側からも進捗状況を、頻繁に、確認し合ったり、指導教官も、学生一人一人に、目を向けて、コミュニケーションを取った方がいいんじゃないかなと思っています。でうちの研究室の例を挙げると、教授が、陰性だつところに来て、お昼一緒に食べに行かないかっていうことをほぼ毎日やってくれていたんですね。ちょっと今はなくなってしまったんですけど、でそれでその時っていうのは結構雑談を交えて、こう気軽な気持ちで研究の相談もできるし、そうじゃない雑談もできるしっていうような環境の中で、いろんなコミュニケーションを取れていたので、すごく良かったなと思います。ありがとうございます。松本さんの方、ごめんなさい、久保田さんの方の事情もお聞かせいただけますでしょうか。ですね、先ほどちょっと言い忘れたんですが、実は私たちのメンバーの OB に教員の方がいて、実際に学生を持ってらっしゃる方がいるんですけど、その方にちょっとお話を伺いました。で、その方が言っていたのは、やっぱり教員は あらゆることをやらなければいけなくって、もう本当に忙しい、会議に出席しなきゃいけないとか、研究やらなきゃいけない、教育やらなきゃいけない、すごい忙しいと。でそんな状況なので、時間を有効に使いたいと。でやっぱり学生側が話をしたいとか相談したいっていうのはもちろん受け入れるんですが、やっぱりその場合にもそれなりに学生が頑張って調べて、自分はこう思いますが先生からのアドバイスをいただきたいですっていう感じで、ちゃんとこうやる気を見せた形で相談してほしいってことが言われましたでそれはそうですね、はい、それはそうですよ、うん。でですね、ランチミーティングのランチの話が出てきたんですが、教授が忙しいっていうのはよくあるので、やっぱり空いた時間を使って有効にコミュニケーションをやっていかなきゃいけないっていうことで、そこ
まあ、そうした時に、まあ、有効だと思われるのが、まあ、ランチの時間かなと思います。で私の研究室でも実はランチミーティングっていうのを毎週やられていて、まあ、お互いの進捗状況を確認する、まあ、研究室全員の研究成果が、まあ、その1週間でどう進んだかっていうのを報告し合うんですけど、まあ、それでちょっとその毎週しなきゃいけないっていうのでプレッシャーなんですけれども、やっぱりペースメーカーとしてはいいペースメーカーになっている。で、まあ、そういうことが、まあ、私たちの研究室で行われていて、まあ、その中で雑談とかもよくするので、ご飯を食べながら、まあ、そういうのがいいかなと思うんですが、やっぱりそうじゃない研究室もあるということで、まあ、もうそういった場合にはなかなかこう学生側からランチ一緒に行きましょうとか、ランチミーティングやったらどうでしょうかとかいうのははばかられるかもしれないんですが、やっぱり学生側からの積極的な働きかけっていうのも時には必要なんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。学生の主体性が大事であるということでした。松本様はどうお考えですか？そうですよね。だから先生の方から、まあ、コミュニケーションを取る場っていうのを作ってもらうのを待つっていうだけじゃなくって、学生の側から指導教員とこうコミュニケーションを取る場っていうのを、まあ作りましょうっていうふうに言っていくっていうことは多分とても重要なことなんだろうというふうに思っています。僕自身の経験で言ってもそうですね。だから修士課程から博士課程に進んだとぐらいで、まあ、ちょっとその先生の方の扱いが変わりましたよね。割とこう、自分の力でこう進めていってほしいという、まあ、そういうような雰囲気も感じるんですけれど、でもまあそれは別にそのなんていうのかな、ある意味で突き放されてはいるわけですけれど、でもそういう状況になった時に、じゃあこちらでこういうことを考えてみたっていう時に、ぜひ聞いてほしいので、まあ、今度の月曜入ってますかとか、なんかそういうようなことを言ったりする。でまあ、それその一番初めにこう言い出すときはなんかこうちょっと躊躇したりした記憶はあるんですけど、まあ、実際やってみると別にそれで、あ、もうこれでいいんだっていうふうに思いましたから、まあ、そういうことをこうやっていくっていう、まあ、ことになるんだなっていうことを、その例えば今修士の人であるとか学部の人であるとか、そういう人は意識しながらいて今いるといいんじゃないかなっていうふうに思います。あとはそのそういうコミュニケーションを取る場をこう作るやり方っていうのを学生の間でシェアしたら面白いですよね。おそらく面白いことが、やり方が出てくるんだろうなとか思ったりもします。ありがとうございました。このようなやり方でコミュニケーションを改善し、まあ、教員との関係をより円滑にすることができるのではなかろうかという話でしたが、しかし実際に問題が生じてこじれてしまった場合どうすればよいかというのを三浦さんお願いいたします。いや結構ですね、まあ、特に我々東大なんで、多分過去にもいろんなことが起こっているんだと思うんですけども、まあ大学の場合それなりにいろんなシステムも、整備されておりまして、どんなものがあるんでしょう？まあよく春とかね、学生相談室とかいろいろ何でも相談コーナーとかいろいろあるよっていう先生がありますよ。何でもどうする、ちょっと敷居が高いように感じられるのですが。ああ、これ正直ですね、私もあ、誰が行くんだろうなと思ってたんですよね。でも、ちょっと恥ずかしい話ですが、私も一時期いろんなことに研究で関して悩んだことがありまして、まあ、まずもちろん研究室の頼れる先輩とかにいろいろ話をしてたんですけどね、なんとその先輩も一時期学生相談室にお世話になっていたことがあったそうで、まあ、行ってきなよと結構簡単な感じで言ってくださったんですね。どんな感じだったんでしょうか？で、行ってきました。はいなんてことないですよね。なんかちょっとしたテーブルを挟んで相談員の人とですね、まず雑談をしますよね。で雑談をしていく中で、まあ、一体どんな問題が生じているのかとか、何をどうしたいのかとかいうことをまず整理していくっていうところですよね。それで、まあ、結構まあ問題の構造が見えてきて、で、まあその先には結構いろいろ解決のためのシステム、例えばなんかそういう場を設けてくれるとか、話し合いの場を設けてくれるとか、いろいろシステムはあるらしいんですけど、まあ、ちょっとそこまで私はお世話になってないんで詳しいことはよくわからないんですけども、まあ、そんなに敷居の高いところではないというふうに感じましたね。ありがとうございました。松本さんの方からも一言お願いします。はい、だからそうです、なんか確かにその学生相談室支援室相談室か、相談室なんかこう敷居が高いように感じちゃうんですよね。でも恥ずかしながらとか別に恥ずかしく思う必要はないはずなのに、なんかそういうふうに思っちゃうっていうのは何なんでしょうね。だからそういう場所が実際どういうところかっていうのが、まあ、あんまり広く知られていないっていうことがあるんだと思うんですよね。で、まあ、実際行ってみるとっていう、だからその体験談を聞
聞くとなんか別に普通に行っていいところなんかなって思ったりすると、だからそれその体験談みたいのがちゃんとこう体験談だけじゃなくてその事例、その相談事例みたいなものがちゃんとこう広く学生の目に触れるような形になっているといいなっていうふうに思ったりします。まあ、学生相談室のこう案内ってえらっとこう毎年毎年ある学生向けガイダンス1年間のガイダンスのところでこう案内入ってたりするんですけど、そういうところに事例書いてないから残念だなと思うんですけど、ここに本が1冊ありまして、これ理学部、タイトル読みましょうかね。東大理学部初学生相談学生支援の新しい形っていう、まあそういう本があって、なんかその東大理学部では 理学部と理学系研究科ではその独自にその自分のところの中でその学生相談室っていうのを開設していて、でそういうところで行われたその相談の事例についてまあ紹介してあるようなそういう本ですね。でまあ、まずその複数理科研究なんで理学系研究科にこういうその学生相談室っていうのがその独自に部局の中にあるんだって思ったんですけど、こういうような本これ久保田さんが読んでたんで本を読んでみようと思ってちょっとこれ東大生協に在庫がなくてびっくりしたんですけど池袋の日頃にまあそれ読んでみると実際その事例が書いてあってこういうのをみんな広くこう知るようになっていれば、ね、みんな行きやすくなるのにっていうふうに思いました。でだからまあこういう確かにこう、まあ、こんな風にその実際に本にして出した出版したというのが一つの前進なんだと思うんですけど、こういうことをこうぜひその一般学生であるとか教員であるとかあとは各局っていうのとか何とか研究科とかいろんな個別の研究科とかそういうところですね、あのちゃんとお知らせていただいて、でその上で例えばその、まあ、大学のだから事務の人たちがその部局特有のこう事情があるような例をこう挙げたりして、そういうのを学生にこう紹介してくださったりするともっと行きやすくなるんだろうなっていうふうに思ったりします。ありがとうございます。なんか言いたい、すみません、ちょっと言い忘れたんですが、先ほど の大学生が大学院の、研究室を選ぶときに、まあ、どういうことが必要かっていうのをお話ししましたが、あの 大学の学部生がこうちゃんと見れるような形で、その大学の教員が今までどういう生徒を指導してきて、どういう卒業生がこう輩出されていったのかっていう、そういう情報はやっぱり絶対必要だなと思います。それを学生自ら聞いてもいいと思うんですけど、やっぱりそういう情報をどっかで全ての研究室がオープンにしてほしいなというふうに思います。そうすると、まあ、嫌がる人も出てくるかもしれないんですが、それはもちろん必要なことだと思います。ありがとうございます。そういう情報共有ってすっごい重要ですよね。なんか斉藤さんのところの研究室ではそういうのがあるっていうのを聞いても、見てみたらそうです、ね、すごいなって、なんか結構新鮮でした、ね、ありがとうございましたという感じで、まあ、ここまでのまとめをいたしますと、まず指導教官との関係のこじれを防ぐためにはコミュニケーション、それも主体的なコミュニケーションが大事であることと、まあ、教員側も忙しいので質問相談に行く場合は、自分でよく考えて何を聞きたいのか、どうしてほしいのかということを明確にしてシャープな形で聞いていくこと、それからランチセミナーなどコミュニケーションの仕方については他の研究室ともやり取りをして、そこではどんなことをやっているのか、そんな情報共有ができたらいいなと思います。でまたさらに学生相談室などのシステムの利用もぜひ、気軽に考えてみてください。というわけで次のトピックに入っていきます。次は、研究につながる人間関係を広げるためにということで、ではアンケートの軽いまとめを父さんお願いします。はい、アンケートの自由決断で具体的に出た満点としては、人間関係が狭い、誰とも喋らないで一日が終わるというものがありました。挨拶もしないで帰る人がいるというのも聞きました。そうなんですね。で、挨拶しないで帰るっていうのはもうなんかこう、じゃあ挨拶しましょうとかいうのはもう小学生の標語みたいな感じで、もう本当にバカバカしくってもう言ってられないんですけれども、でもやっぱり自分の研究室っていうか、まあ、自分の教室はどうかなって考えると、やっぱり挨拶もしないで来て挨拶もしないで帰るっていう人は意外に多いんですよね。でやっぱり挨拶とか、まあ、そういうコミュニケーションのきっかけっていうのはやっぱそういうとこから生まれてくるんだと思うんですよね。だから、まあ、挨拶をしましょうよっていうのはちょっと変ですけど、まあ、そういうところからコミュニケーションを見つめ直してもいいかなというふうに思います。そうですね、挨拶の場合は研究室内だけでなく研究室外の人とも挨拶をしてコミュニケーションを広げられたらより良い状況につながっていくのではないかと思われるのですが、リークさんの場合研究室外との交流はどんな感じの状況でしょうか。うちの研究科では建物の作り上もそうなんですけど、セキュリティがすごく強くてですね、あの研究室と研究室の間に鍵がいくつもあって、
気軽に研究室間のコミュニケーションを取れるような状況ではないっていうのがまず一つあるんですね。でそのためもあって隣の研究室が一体今どんな研究で盛り上がっているのかとかが全然耳に入ってこないような状況で、まあ、努力すれば個人個人ではつながっていると思うんですけど、あまり気軽に話しかけられない状況です。はい、イエキさんにこの間伺ってお話だと、ある場所で女性との交流が持てたという話がありますが、それについてちょっと。そうなんですね。ちょっとさっき思い出したんですけど、一番研究室間のコミュニケーションができる場っていうのがトイレですね。各フロアに一つしかないので、まあ、女子に限られるんですが、最近どうみたいな話とか、隣の研究室実はなんか女子が少なくて寂しいのっていう話があったので、一緒にじゃあ今度飲みに行かないって感じで女子会を開いたりとかをやって、最近はそういった形でもコミュニケーションを取れてきています。はい、何がコミュニケーションにつながるか分かりますか？皆さんチャンスは大切にしたいと思いますね。はい、ところでコミュニケーションが研究室間で取れると一体どんないいことがあるんでしょう。三浦さん、どんなことを思いつきますか？いや、本当それが結構切実な話でですね、私も結構、まあ、私も個人的にその他の研究室の人といろいろ接触するのは精神的な壁を感じていたんですけども、まあ、もちろん学科の友達とかいるんでそれでいろいろ話をするとです、まあ、話をしていくうちに自分の研究室で普通だと思っていたことは実は結構おかしな文化だったとかそういった類のことは話せば話すほどいろいろ見えてくる。あ、実はここが問題だったんだみたいなことがよく分かったりしますよね。まあ、そういう点でですね、まあ、問題点が分かるとかどう動いたらいいのかとかそういうことを結構外に出ないと分からないみたいなのがあると思いますよ。問題点って具体的にどんな感じのことがあるんですか？それ聞きますか？いやでも基本的にやっぱりそのチーム間でチーム内でのディスカッションのやり方だとかそういった結構些細な点で、その例えば誰がどれだけ発言力を持っているのか、例えば大学院生だと、例えば M2 ぐらいだと普通っていうのはないかもしれないですけど、他の研究者だと M2 もっとこんなにいろいろ言ってるんだとか、うちなんかあまり発言力ないよなとか、そういった類のことを結構感じたりしますよね。ありがとうございます。久保田さんのところではどのような状況でしょう？私は地球惑星科学専攻と言いましたが、東京大学の地球惑星科学専攻では研究室の教室 の割り振りが学生が自由に選べるようになってて、なんで他の研究室の人が同じ部屋にいるっていう状況が多々あります。でそういうのをすごく私たちの分野はいいなと思うんですが、やっぱりそれは地球惑星科学っていう分野は、まあ、地球のこととか宇宙のこととか扱っているので、あんまりその何て言うの、全く関係ない分野ってそんなにないんですよね。だから関係を見つけようと思えば何かしらこう研究上でもいろんなつながりができてくるっていうのでやっぱりいいと思うし、あとは機械をシェアしたりだとか実験室をシェアしたりっていうのが割と頻繁に行われている分野です。だからなんとなくその院生の間でも運命共同体みたいな意識が強くて、研究室がちょっと今年お金ないよとかそういう情報もいろいろ回るし、なんでなんかこうやっぱりそういうところで垣根を、研究室の垣根を越えて仲良くなれるっていうそういう風土みたいなのがあります。研究室単位でないような教室に入れて、まあ、いろんな研究室の人が一緒にそこで過ごすことができるというのはなかなかユニークだなと感じました。これについて松本さんはどのようにお考えですか？僕に振っていただいたのはだから数学もまあそんな感じなんですよね。で、まあ、先ほどの数学、まずそもそも研究室っていう概念がなくって指導教員とこう指導される学生の関係っていうそういうのだけがあるっていうことを申し上げましたけれど、まあ、だからっていう面もありますけど、別にだから同じ指導教員の学生でまとまっているっていうわけでもなくって、もう点でバラバラにこう陰性室っていうのがいくつもあって、こうその中では分野もごちゃ混ぜでこう学生が過ごしています。だからまあそういうのにいいと思うんですけど、運命共同体っていう運命共同体っていう感覚は別に少なくともないんだけど、そういうのも一つの手だと思うんですけど、ただちょっと想像するとその研究室単位での研究を研究室単位でグループでその研究を進めていくっていうそういうような、分野の場合だとやっぱり研究上のこうコミュニケーションがそういう形を取りづらくなっちゃって、まあ、デメリットも大きいのかなっていうふうに思って、だからみんながみんなそれを採用できるわけでもないだろうなっていうことはちょっと想像したりします。これ
ですね、そうですね、我々の大学のような大きな大学だとそのようなことは可能となってくるかと思うんですけど、例えば研究室がもう一つポツンとあるだけのような地方の単科大学の場合は、どのようにして研究室間とあるいは他の大学とのコミュニケーションを取ることができるでしょうか。松本さんお願いします。あ、そういう、まあ、そっか、その話に行く前に、あ、ちょっといいですか、ごめんなさい、あ、そうか、そっちに行っちゃいますか、はい、あと5分ですよ、お願いします。あ、そうか、まあ、うん、そうですね、じゃあそっちに行きましょう。まあ、地方の大学とかですと、やっぱりだからその人間関係を作ろうというふうに考えると、そのまあ、学会あるいはもうちょっと小さい規模の研究集会、そういったところに行くことがとっても重要になるんだろうなというふうに思います。だからまあ本当はその、うん、まあそういうところでだから自分より少し上の立場の人、そういう人にこう出会う場所っていうのをそうやってこう作っていくっていうことが重要になるんだろうなというふうに思います。ありがとうございます。そうですね、今、学会の話がちょっと出てきたんですが、学会を活用するっていうのは多分地方の人とかでもすごくいいと思うんですよね。で、学会のメリットって、まあ、その研究内容を発表するだけじゃなくて、やっぱコミュニケーション、まあ、人と人とのつながりを作るっていう点で本当に重要なところだと思います。で、地枠の場合だと、私はフィールド系なんですけれども、学会の前後に準研っていって、その各自その開催されたところの、なんだろう、そのフィールド調査に行けるようなところをこう回ってみんなで回るみたいなこうツアーがあるんですけど、そういうのもあります。で、そこでの知り合いからこう共同研究のケースが生まれたりとか仲良くなったりっていうケースはすごくあるので、そういうのはすごくいいと思うし、まあ、それは地枠のフィールドっていう場合なんですが、若手の会っていうのも結構盛んで、私たちの場合は若手が集まっていろいろワークショップやったりとか、まあ、それは研究に関わらずなんですが、大学院生活とか今後の研究生活、まあ、研究者として生きていくにはどうすればいいかみたいなのを話し合う場みたいなのは結構こうワークショップみたいな形で開催されたりしています。それも本当に自発的にやってるんですよね。で、そういうことにも割とその学会側とか、あと共同研究をやってるそのプロジェクト の, お金みたいなのもあるんですが、そこからの支援っていうのも結構あって、まあ、そういうこう、まあ、雰囲気なんですよねっていうのはいいなと思います。ここで若手の会がご自分の分野にあるという方、あるいはもう実際に所属しているよという方いらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。少しいらっしゃるようですね。少ない、ちょっと少ないなという印象ですね。あ、だからまあ僕の分野でもなんか若手の会っていうのはなくて、数学全体にないっていうわけじゃなくて、なんか数学の中でも分野ごとにあったりなかったりするんですけど、そうですね、だからその先ほどその久保田さんからもあったように、そういうことに使える、まずなんていうのかな、予算がちゃんと使える予算があるっていうのが重要なことですよね。あ、だからちょっと違うっちゃ違うんですけど、去年東大がもらっているグローバル COE というアクションのプロジェクトに対、いろんなプロジェクトに対して出ているようなそういうおさんですけど、その支援をもらって、数学科の中で修士かな、基本的に博士かな、博士とそのぐらいに募って勉強会をするようなことをしました。で、まあ、それはある意味その若手の会みたいな、初期5番の若手の会みたいなものだったと思うんですけど、まあ、そういう時予算いただいてありがたかったなって思います。だからそういう予算つけてもらうのはすごくなんかありがたいというか、ぜひお願いしたいと思うんですよね。現実的なことも含めてありがとうございます。それではここまでのテーマのまとめをいたします。まあ、これも先ほどの指導教員との関係と同じように、やはり主体的にコミュニケーションを取っていくことが大切です。研究室内ではもちろん、挨拶をするなどの基本的なことから始まって、まあ、研究室外の人とも出会う機会を、まあ、大切にして積極的に話しかけて、飲み会などコミュニケーションの場を持っていくこと、それから若手同士、若手の会や、学会での出会いを大切にしたり、まあ、若手の会などない場合には自分で立ち上げて、企画して、それからも予算を取って実際にやっていくということも大切です。まあ、あと時間がちょっと後であれば紹介していただきたいんですけれど、いくつかの研究室の学生がシェアできるコーヒーブレイクコミュニティですか、
じゃあお願いします。あ、いや、せっかく写真があるんで、写真があるんで、ちょっとじゃあ数学ではなんかこういうのありますよっていうことをちょっと紹介させていただきます。そうですね、そのコーヒーブレイクコミュニティみたいな、まあ、そのいろんな立場の人、学生から教員までがなんかこう気軽に集まって研究の話ができるような、まあ、雑談も含めてそういう場所があるといいな、まあ、それは研究室の垣根を越えてっていう意味なんですけど、これはただコーヒーが置いてあってみんな勝手に好き勝手に入れる、うん、そうなんですよね、そんだけなんですけど、毎日、あ、火曜はないんだけど、火曜以外の、3時からこういうのが、あの2階にこうみんなが集まれるような部屋があって、まあ、そこにみんな集まって、ここに見えてるのは学生と、あ、この人ポスドクですね、ポスドクの人とかですけど、まあ、先生たちも来たりして集まるような場所があったりします。うん、だからこういう場所があって、まあ、いろんな立場の人がいると、問題解決の時にも役立つだろうなっていうのが、私たちの結論です。結論の一つです。でもやっぱりただ場所が与えられるだけっていうのでは何も起こらないと思うので、まあ、有志の人たちが居心地を良くするためにとか、あの気軽に使ってもらえるようにとか、いろんな工夫をすることがやっぱ必要かなと思います。ありがとうございました。それでは、次のテーマに移っていきたいと思います。次は論文を書く能力についてですが、実際に論文を書いた経験のある松本さんから論文を書くということの背景について少しご説明いただけたらと思います。あ、そうですね、だからなんか論文を書く能力をのこう伸ばしたいというか、そういうところに不満を感じるっていうのが、その特にこのドクターの2年生、博士課程の2年生以上のところでコメントが増えてきたっていうこと、これはどういうことなんだろうなってことを考えてみて、まあ、おそらくこれが入っていたのかなと考えてみたことなんですけど、まあ、まずそもそもあの大学院で卒業するため、卒業というかその博士号を取得するために投稿論文、その博士論文を書くだけじゃなくって、その雑誌に投稿する論、投稿した論文、ちゃんと受け付けられた論文があるっていうことが義務付けられてる場合が結構多いんだろうと思うんですよね。で、博士課程の2年生ってことは、まあ卒業が見えてきたっていうあたりですから、まあ、それをそういう時期になってそれを意識したことかもしれない。それが一つで、あともう一つ考えられるのは、その博士課程終了後のポスト、まあ、研究者になりたいという人はですけど、そういうポストのを獲得することを考えると、現実的には博士課程在籍している間に、論文を何本か書いておかなくてはちょっと先が見えなくて、そういうことで、まあ、論文を書くことを焦る気持ちっていうのが生じるんだろうなっていう、まあ、そういうことを、まあ、あとはもう一つ考えられるのは、まあ、仕掛け2年生というと、まあ、結構その初めての論文、投稿論文を書いたりする人も多いですので、それ実際書いてみて論文書くことの大変さを実感したから、こうなんていうのかな、その現実的にこう実感した、大変なことなんだなって実感したということなのかもしれないというふうに思います。だから第3のように関しては、その論文を書く大変さっていうのがもう少し早いうちから認識できるような、そういう仕組みがあったらいいんだろうなっていう、そういうことにもつながるかと思います。あと、これその博士論文と投稿論文って具体的にどんな感じに違うんですか？制度的、まず なんていうのかな、制度的な違いとその、まあ、内容としてどう違うかっていう話と2つあると思うんですけど、まあ、まず制度的に言えば、博士論文っていうのは博士号取得のために書く論文、投稿論文っていうのはいわゆる普通の論文っていうのは投稿論文を指すわけですけど、書いて、いわゆる学術雑誌に投稿して、OK、まあ、それをこう見る匿名のこうレフェリーというのがいるんですけれど、それをその人が見て、最終的に編集者が OK と出して、そういう形の論文のことですよね。で、研究業績になるのが博士か、博士論文はまあ研究業績には関係しないのが普通だと思います。投稿論文がどういうものがあるかっていうのが業績であるというふうに学んでいます。内容的にはまあ分野にもよるんだと思いますけど、数学の博士論文は投稿論文いくつかまとめたものっていうような形で認められることが、まあ、これはおそらく分野によってかなり違います。初めての投稿論文に関連して思ったのが、その初めてその論文を、投稿論文を書いたときに、その例えばその体験談みたいなものが、まあ、専攻とか研究することに例えばもしあって、それと例えば修士とか学生のうちからその見ることができれば、結構その論文を投稿することの大変さとか
けど分かるようになるなと思いました。そうですね、体験集を集めるというのはなかなか良いと思います。というのも、論文を書きたくてもまず実験系だと実験をしてデータが集まらないと書き始めることさえできないという実情があります。これについてエキさんお願いします。そうなんですね、私の場合とかでも結構実験スキルを身につけるだけで数年かかってしまって、やっぱドクターは、まあ、普通5年、うちの研究科で6年なんですけど、6年間で、まあ、1本書くのが普通ぐらいのペースで、なかなか論文を書くっていうこと自体経験が不足してしまうんですよね。でそういう場合でも、やっぱり博士を卒業したらもう一人前の研究者としてやっていかなければいけないっていう状況なので、やっぱり、不安なんですよね。でまあ、チャンスが少ないのは、まあ、どうしようもないとしても、まあ、今お話にあったように、経験談とか、一体論文を書くまでにどんな手順を踏んでどのようなスキルが必要で、いつまでにどんなことをしなきゃいけないのかっていうのが結構情報が浸透してないと思うんですよ。なので、そういったスキルを、まあ、ノウハウ化するまではいかなくても何かこう情報の共有ができたらもっといいんじゃないかなと思います。皆様の研究室ではどのような感じでしょうかね。論文を書くための手順がノウハウ化されていたり、まあ、申請書の書き方がノウハウ化されていたりというのはたまに聞いたりしますけれど、それでは、まあ、書きたいんだけれどなかなか実験データがたまらない実例にを三浦さんお願いいたします。すごい前置きで振られてしまいましたけど、私もそれで悩んでる。いや実はまだそんな悩んでないんですね。だから、私は博士課程1年で、まあ、研究室入って4年目ですけど、なかなかそのデータまとまらないくて、教授から早く論文書こうぜみたいなことで、いや書こうぜって言われてもみたいな状況なんですけど、ただそんなにまだ危機感はなくて、ただアンケート結果見て D2 以上の人がそこでいろいろやばいと思っていらっしゃるというのをですね、知ってですね、あなんか焦った方がいいかなみたいな状況です。でただ焦った方がいいと言われてもじゃあ何したらいいのかっていうのは正直よくわからないところで、全然そういうなんか実際に書いてる先生や先輩方の情報もあまり伝わってこないし、まあ、もっと自分から探りに行くべきなのかなということは感じます。ありがとうございます。というわけで、まあ、論文を書き始めることができる前の段階であっても論文を書くというのは一体どういうことかというようなノウハウが、手に入るような状況だと良いなという一応の結論に出ましたが、もう一つ論文を書きたいんだけれど書けないという状況があります。というのは雑用が多すぎるというのは、あるようなんですね。どうも。そうですね、まあ、雑用というかその、まあ、論文を書く能力がなかなか伸びないっていうことなんですが、それは 何が関係しているのかなっていうので、私たち話し合った時に出た結論がやっぱり論文を書くっていうのは結構後延ばしにできるんですよね。っていうのは例えば学会の締め切りとかまあ、その発表のための準備とか、まあ、実験をやらなきゃいけないとかそういうのは結構こう短期的な目標として集中できるんですよね。でも論文を書かなきゃいけないって、まあ、いつまでに論文書かなきゃいけないってそれは博論、その博士論文、修士論文はあるんですが、別に投稿論文はいつ書いてもいいんですよね。いつ投稿してもいい。だからどんどん先延ばしになってしまうという問題があります。なんでやっぱり大学院生のこう時間管理の能力とか、まあ、そのスケジュールの立て方、まあ、立てる能力とか、まあ、そういうのがすごく問題になってくるんじゃないかなというか、そういうのに私たちは気づくべきなのかなというふうに。で雑用もすごく私の研究室では、まあ、雑用というかその実際にフィールドに行って、まあ、船に乗ったりするので雑用がすごく多いんですよね。で船に乗るにはやっぱり船に乗ったら何もできないというか物資をどこからも調達できないので、そのため の準備をしなきゃいけないと、それでもう 1,2 週間は完全に潰れちゃうっていう感じです。だから物品の購入とか、まあ、なんでしょうね、その試薬の準備とか、まあ、そういう感じですね。ありがとうございます。それにしても久保田さんはだいぶ忙しすぎるような感じがしまして、伊江木さんもかなり多忙な生活を送っているようなのですが、これに対してシステムを改善することで何か解決策は見出せそうでしょうか。
そうですね、そのシステムを改善するっていうか、その雑用にも、まあ、2種類あると思うんですよね。だからもう本当にどうでもいい雑用、例えば物品購入してそれをジムに持って行って、あのなんかいろいろこれを買いましたっていうのを記入してこう提出するみたいな、そういうなんかこう、まあ、誰がやってもいいとかどうでもいいような雑用はやっぱり簡素化されるべきなんですよね。でももう一つ、あのサンプルを取ってきてそれを分割する作業とか、そういう雑用も結構あるんですよね。でそういうのはあのやっぱりあのなんていうんだろう、まあ、研究にちょっとは結びつくものだし、あのやっぱり一緒にみんなでやっていくっていう作業も多いので、その中でいろんな連携が生まれたりとか、雑用やだよねみたいな感じでこうそういう連帯感みたいなのが生まれることもあるし、まあ、そこでの気づきっていうのはあるんですよね。だからあの一概に全部なくしていいとはいけない、まあ、雑用にも種類があるっていう感じかなというふうに思います。ありがとうございます。リーチさんの医学系研究科だとテクニシャンなどが、まあ、大勢ではないにしても数人いるような印象がありますが、彼らが手伝ってくれるということはありますか？ですね、うちのラボに限ってはデビューシャーがいないんですよね。なのでちょっとその事例を言えないんですけど、そうですね、あのいないのでやっぱり学生が賄っている部分がすごく多くて、やっぱりみんな不満を持ってます。動物の管理とかは特に大変なので。 なぜいないのでしょう？ですね、これは何ででしょう、やっぱ教授の意向ですね。なんかそこにお金をかけようとしないっていう、まあ意識の違いというか、学生側 あの雑用がどんだけ多いのかっていうのが多分教授側に伝わってないので、あのなうまく回ってるからいいだろうっていうことで終わってしまっているのがあります。伺っていいですか？それってその教授はあのテクニシャンを入れるっていう選択肢をこう意識しつつも結論として入れなくていいやっていうふうに考えているのか、それとも鼻からそういうアイディアが頭に浮かばないのか、どっちなんだと思いますか？いやー、ちょっと浮かばないとしたらちょっとおかしいですよね。こんだけ世の中にテクニシャンがたくさんいるのに、隣のラボにもいるし下にもいるしみたいな状況で、やっぱ取らないのはなんか、そのリクルートするにもやっぱ教授が面接してとか、そういう、雑用、教授側の雑用が増えるんですよ、その リクルートすることって。その雑用増やしたくないっていうのが多分大きいのと、そうですね、あとは本当学生がなんかやってあげちゃうんですよね。なので大丈夫っていうなんか自信があるのか。そういうことだと思います。ありがとうございました。これまでで何かご意見のある方がいらしたら、まあ、前のパネリストの方に付け加えてください。でもそうでしょうか。それではここまでのまとめをいたします。まず論文を書く能力がなかなか伸びないのだということに対して、まず、データが揃わないと論文を書き始めることができないので、論文を書き始めるまで一体論文を書くということがどういうことなのか、どんな苦しみがあるのかということが分かりにくいという現状があります。これに対しまして、すでに論文を書いた人からの、このような体験をしましたという体験談やノウハウ集などがまとめられて、それを分野間あるいは研究室内などでシェアできることは、この問題を解決する一つの手段かなと思います。それからもう一つ、なかなか忙しすぎて論文を書くのを後回しにしてしまうという問題がありましたが、これに際しましてはどうも構造的な問題に関わってくるようなので、ここでの議論はちょっと難しそうな感じがいたしました。さて、それではお待たせしました。会場の皆様からご意見ご感想等ございましたらよろしくお願いいたします。踏んでるだけ。はい、僕は早稲田大学 あの今機械工学科にいるんですけども、今日はあの話を聞いてみて、結構研究室 その、まあ、内部事情だとかそういった感じの話を聞いたと思うんですけど、結構やっぱ工学部でも似たような印象があったので、今回の話とかこういった、まあ、ある種のコミュニティっていうのは工学の人たちを混ぜて話をしても面白いんじゃないかなっていう印象がありました。で特に僕らは工学系の人間ですと、結構工学だからといって工学のことだけやってれば研究は進むわけじゃなくて、僕自身は結構あの
人と機械とインタラクションとかそういった問題を扱っていくと、結構僕自身はそうで、実は今天麻痺とか脳卒中っていう脳のその病気の患者さんの問題も扱っていくので、そうするとこちらの方の研究領域の中枢系の扱さっていう話だと思うんですけど、そういったやつも、まあ、研究室に入ってから結構勉強する羽目になって、それまで全然機械工学のことばっかりしたんですけど、それも勉強しないとちょっと研究を進められないということもあるので、理学系の人たちとも、まあ、理学系に限らないいろんな人たちと関わりを持っていきたいなと。一方で学会って言っても、各研究室大体どの学会にやるかっていうのは結構決まってて、それしかも大体学会のメンバーって毎回あんま変わらないんですよね。なんでその新しい人が学会に行ったから入るかって言ったら、ある程度もうその自分たちの研究室に関わる学会に行っちゃうと、もうそれ以上あんま広がらないっていうのもあるし、やっぱり研究室間コミュニケーションっていうのも学部を超えてってのはなかなか難しいところがあんまりないというのがあるので、こういったのがもっと工学とかもっといろんな領域も広がっていって面白いんじゃないかなと思います。ありがとうございます。で、イエクさんの方から何かございますでしょうか。そうですね、逆に医学系研究科からも工学系とのコラボっていうのはあんまりないですね。そういった出身の方が今その多分お話あったような、例えば、ロボットを使ってその人間の脳を再現してとか、そういう研究をされている分野もあるんですけど、そういうところはまだわずかで、割とこの私が所属しているようなところは基礎しかやってないので、そういう交流ができたらすごい面白いなと思います。普段からありがとうございます。先ほど工学という話が出て、工学系の人の事情も聞けてすごく良かったんですが、その理学系って結構その、まあ、基礎分野なので、人とのコミュニケーションで何か研究がこう進んでいくみたいなのはほとんどないと言っていいと思うんですよね。だからこそやっぱりコミュニケーションに関心がない人が多いというか研究室内のコミュニケーションにもなんかあんまり関心がない人が多いというか、そういう傾向はあるんじゃないかなと思うんですね。そういうことを実際にここの本で物理の先生が言ってたりもするし、自分はコミュニケーションあんまり得意じゃないんだみたいななんでなんか理学系の方がちょっと問題が大きいのかなという印象はありますが、やっぱり理学、医学とか工学とか、まあ、そういう垣根を越えた交流っていうのは、まあ、学生のうちからやっていくと後々もなんかいいのかなと思います。コミュニケーションを楽しむ習慣というのをもともと持っていた方が、まあ、上に上がった時に閉鎖的にならずに済むようには感じますね。それでは他にご意見ある方どうぞ。たまたまドアを覗いたら皆さん並んでて寂しそう、誰もいなかった全然出れなかったんですけど、でも考えたら091というのは私的にはサイエンスコミュニケーションをやってまして、いろいろお名前も聞いてますし、多分ツイッターもフォローしてると思いますけども、それで、でやっぱり今の世の中がおかしいこといっぱいあるんですけども、それでやっぱり今の皆さん、大学院の方たちが頑張ってもらわないと変わらない、もう上の連中がどうしようもない連中ばっかり、私も全てどうしようもない連中ばっかりだから、で、声を大にしてよく言ってほしいなと思って、皆さんどう考えてるのかなと聞いたんですけど、結局、まあ、いい機会だと思って。なんとなくこうちょっと寂しいなって気がするね。私も40年前大学院でやったところに、まあ、指導教員とも、まあ、うまくやったり、ね、変な教官もいたり、人間関係も一生懸命いろいろやったり、論文も書いたりしてやってました。それは変わらない、みんな変わらない、変な人間も当時もいましたし、それで挫折してやめてって人間もいます。でただこういうと時代が違うんだけどって言っても、要するに自分がやりたいことをやるためにはどんな歯を食いしばってやるかやらないかだけだと思うんです。コミュニケーションも必要だからとかじゃなくて、こういうことで自分で研究を続けたいと思うんだったらコミュニケーションも必要なんだよって、だからそれをやらなくちゃいけない、苦手だったら苦手を克服してでも研究やらなくてもコミュニケーションもつけなくちゃいけない、それも研究能力の一つだと思うんで、あるいは雑用もこの雑用をこなさないと教授の言うことをもらえないんだったら、それやっぱりやらざるを得ない、それ急いちゃいけないんだけど、本当にそう思っちゃいけないんだけども、そのぐらいのことをやらないとっていうのは、ただ上の今の教授連中は特にひどいのがいっぱいいます。その君たちのそういう苦労とかもう忘れて、自分もやってるんだけど、人間2種類いて、俺が苦労しただからお前も苦労をせるという人間
俺は苦労した、だからお前らには苦労させないってやつで、でその人間 を見つけるのはやっぱり研究室選ぶときにいろんな人にやっぱり情報収集だ、それをやらないで失敗して変な教科とか入っちゃったらさっさとやめるか、よそに行くか、その中で頑張るしかない。で論文を書けないって言ったら、論文書けないんだって、もう研究の道を進む元々のご飯を食べるのと同じなんですね。だからそれはもうそれで自分が論文書けないと思ったんだったらやめる、それしかないんです。でも人生やり直していくらでも効くはずなんです。今の世の中おかしくなっててね、やり直して効かないと思ってる人いっぱいいますけども、そんなことはない。いくらでも失敗したことが財産になるっていう世の中にこれからなると思うんです。だからまあ熱く語っちゃいますけどもね、あとで言っちゃうとね、俺のフォロワーって言っちゃうとすぐ年寄りになっちゃうから、まあ、これ以上は言いませんけども、ともかく辛いでしょうけども、元気を出して声を出してありがとうございます。すごい身に染みるお言葉をありがとうございました。私たちも今回の企画をやっても先生のすごいおっしゃる通りだなっていうのはすごくわかるんですよね。やっぱり歯を食いしばってやらなきゃいけないのはそんなのはもう当然なんですよね。でもなんとなく私たちのこうアンケートをこうやってみても、なんとなくその印象で不満はすごくあるんだけど、それに対してなんかじゃああなたはアクションを起こしてますかっていうと、そうじゃないと思うんですよね。やっぱりそういう何か問題を抱えた時に、じゃあ自分がどう動いたらそれを解決できるのかとか、なんかどうすればいいのかとか、そういうのにこう全てをこう なんだろうな解決策を見つけるこうなんていうんだろうな努力をしてないみたいな、そういう雰囲気がなんか感じれたんですよね。だからやっぱり、まあ私たちがこう、まあ、今回のアゴラのテーマは科学の種をまこうですが、私たちがまあいろんな分野からこう集まっているので、まあ、種となっていろんな分野にまた戻っていって、でそこでまあ、そういうふうに積極的になんかアクションを起こそうよとか、なんかやろうよみたいな、頑張ろうよみたいな、そういう風土もなんか作っていけたらいいなというふうになんか個人的に思ってます。ありがとうございます。はい、僕からも一言お聞きください。まあ、最終的に個人個人がね、まあ、研究者になりたいという人もおりますし、まあ、特に博士課程進んでいる人は研究者になりたいと言っていている人が先ほどのアンケートの報告では出てきませんでしたけれど、9割ぐらいの人は、まあ、研究者になりたいということを考えて博士課程に進んでいるということです。でも一方で、まあ、博士課程なんか研究者になろうというふうに考えない、まあ、そういう必ずしもそういう思いでなくて進んできている。で、まあ、それぞれに自分のやりたいことを見定めて、その自分のやりたいことをこう実現するために歯をくじばってやらなきゃいけない、それはもちろんそうだと思います。でその一方で今回の話から見えてきたことっていうのは、まあ、おそらくいろんな人が同じような思いを抱えているっていうことが出てきたんだと思うんですよね。で こういうことはなかなかその普段話す機会はなくて言葉にもされていない。だから、まあ、少しその大学院の中で実際に生活をした経験のある人ならば、なんとなくこういう思いをみんな持ってなんていうかな、自分は持ってやっぱり持ってたよっていう、なんか当たり前のことじゃないのっていうふうに思ったりするかもしれないんですけど、こういうことはその言語化されたことっていうのはおそらくあんまりない。で、それをその共有することによって何かがこう具体的な動きにこうつなげられるのではないか、つなげるためのこうパワーが出てくるのではないかということは一つ言えることなんだろうというふうに思います。まあ、だからその今までの話3つそれぞれ個別に議論してきましたけれど、実はその経験の共有というのは重要な展開を貫くテーマになるんだろうなというふうに感じております。ありがとうございます。会場の方からまたご意見ありますでしょうか。Okay.
行くのも何言うなんか言わないですよ。展開であれば参加費が公開書50万円から行くか行かないかは聞くべきだと思うので、そういうのは僕の方がすごくやってますけど、学生っていうのは結局そこの自分ができるできないと思うんですよ。それを結構あるので、それであればいいし、今ね会場もやめるんですけど、そのお金払ってるわけで払うのやめればいいですよ。やめるながら聞いていらっしゃるようですが、三浦さんどのようにお考えだったんでしょうか。ちょっと聞いてみたいと思います。いや、書くことを意識して読めというのは、ああそうだなと全くその通りで、私としてもなんだその論文を読むのは確かにいろいろ知識が増えて楽しいということはありますけれども、実際書くのかっていうことは、まあ、全く読むときには意識してないですよね。まあ、研究者で、ね、多分自分で研究をされている方って多分いると思うんですけど、多分、ね、そういう方たちは、プログラムってから出ている人たちっていうのは、論文を書くことを意識して、実験を取る。はい。ああ、いや、それは私が未熟なところで、ちょっとね、研究のへの意識を変えないといけないなというのを、本音強く感じているところです。ただその論文書くの面白くないとおっしゃいましたけど、そうやっぱそういうもんなんですかね。僕は少なくとも全く面白くない。あ、そうですか。なんか自分の発見を世に出したいっていう意識で楽しいっていうことは起こらない。多分そこがいろんな人とそれぞれ考え方があるので、はい、私も将来的には必ず書かないといけないと思うので、いろいろ参考にさせていただきます。ありがとうございます。皆様ありがとうございました。それでは最後に久保田からまとめを発表させていただきます。よろしくお願いします。あ、はい、皆様今日は長い時間ありがとうございました。それで会場からもいろいろとても刺激になるご意見をいただきまして本当に良かったと思います。で、まあ、これから021でやっていきたいなと思うことはやっぱり情報を共有していきたいし、それをなんかアウトプットする形でなんかとかまあウェブかなんかに公開していきたいなとも思っています。なので今後ともよろしくお願いしますということで、であとですね、やっぱりその主体的にやらなきゃいけないっていうのは本当に今日の言われたことでもありますし、私たちが持っている感覚でもあると思います。でも一方で今の大学院生っていうのはなんとなく私も大学院にって感じるのは、なんか主体的に動けばいいとか動こうとかそういう意識を持った人がなんとなく少ないんじゃないのかなと思ったところで、こういう企画をなんかやったっていう背景があるんですよね。
だから、まあ、そういうやっぱり私たちの目標としては研究がうまく進むことなんですよね。だから研究をうまく進めるためにはじゃあどうすればいいか、何か問題点があったら解決しなきゃいけないんじゃないかとか、なんかそういう、こう意識を高めていくみたいな、なんかそういう種に私たちがなれればいいかなと思ってます。そうですね、ありがとうございました。それではもう時間も押してまいりましたので、そろそろ解散としたいと思います。で、本日皆さんお集まりいただきまして、また、それで議論に活発に参加いただきまして本当にありがとうございました。とても嬉しかったです。はい、ありがとうございます。で、ポスターも実は3階で展示してますので、よければご覧ください。で、今日の5時までやってます。あ、出るかな。で、もしよろしければアンケートもご記入いただいて、あそこの後ろの机のところに置いていただければいいなと思います。久保田さん、今日の議論の様子はこの後公開などの予定はありますか。そうですね、ちょっと今回、そうですね、できれば出したいですよね、はい、ちょっとそれはいつ出せるかどうかはわからないんですが、なるべく頑張ります。はい、うん、1ヶ月ぐらいかな。はい、じゃあそれでは終わりたいと思います。皆様長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.